皆さんこんにちは。株式会社識学の後藤翔太です。このチャンネルでは皆さんからの質問を通じてチームでよりよく働くためのヒントをお伝えできればと思っております。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回もですね、元ラグビー日本代表で現在は識学コンサルタントとして、またラグビーの解説者としてさまざまな企業やチームをサポート分析している後藤翔太さんにお話をお伺いします。お願いします。お願いします。15分前に出社をした上でどういう状態を整えてないといけないのかということを定義することが僕は一番大事かなというふうに思いますね。15分前に出社して準備しなさいよというのであれば、それはそれで15分前の出社というルールという位置づけで設定することは当然別にできると思いますけど、15分前に出社をしなければならない目的が何なのかということを明確にしない限り、15分前に出社をするだけして何の準備もせずにそこにいても多分その上司の言う目的は多分達成されないと思うんで、15分前の出社ということを指示するよりも、例えば始業が9時なのであれば9時までにこういう状態を整えておかなければならないということをしっかりと定義化して設定するということが一番必要なのかなというふうに思いますね。例えば9時の時点でパソコンが立ち上げられていないと、はいはい、9時から始めたってことにならないみたいな風に、あ、いいと思いますね。じゃあちょっと早く来ないと間に合わないね。そう、それはもう自分で考えてもらったらいいところだと思うんですよね。9時にどういう状態になってないといけないのかということをしっかり整理をするということがまずは第一段階として必要かなと思いますよね。ちゃんと早く来ている人の方が印象としてはいいんですよね。ただ別にそこにいなくても、例えばそこにいない時間で違う準備だったり違う例えば勉強をしてるかもしれないし、そこを印象で測ってしまうっていうのはそれはそれで危険だよね。一生懸命頑張った風を装っていれば高い評価がもらえるっていうことになっちゃうかもしれないし、もちろんね、本当に早くから来て仕事をパッとその時間で終わらせて次のことに取り組むというふうに目的を持ってやってるのであれば、それはそれでいいと思いますけどね。僕も早かったなとは思いますけど昔、その目的が何なのか、ちゃんとその早く来た分の給料がもらえてるっていう前提で、そう、前提で、だからそれを前提がないままに時間外で労働しろっていうのは法的には多分ダメだと思うので、それはちゃんとお支払いするよという前提でってことですね。はい、はい。